芸が細かすぎる、見れば見るほど、うん、歩み寄ってきてくれたみたいな感じの成り立ちというか、はいはい、これから世に出していくぜっていう意気込みがね、うんうんうん、すごく出てる感じがします。さて今回は何かあるんでしょ。いやなんかもうこれ見よがしだけど、うん、なんか、ねはい、手に入れたらしいですね。そうなんですよね。ちょっと前の動画で次回三好時計を買うでお会いしましょうみたいに言って、はいはいありましたね、思いのほか早く来てしまった。あーそうですね。そうですよね。なんかいつの間かしてたもんね。そうです。松浦さんが多分お休みの時に買って松浦さんからしたらいつの間にか買ってるよ。あれなんかしてんなということで今日は、はい、三好時計買うのコーナーで、はい、2時間動画となっております。はい、お楽しみに。早速ちょっと時計を紹介していきましょうか。はい、私ヴィンテージウォッチ1本目です。チューダーの小腹オイスタープリンス1953年製らしいです。らしい。最初になんでこれになったかっていうか、うん、そこっすよね。ですよね、うん、そう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 。私はチューダーがいいなっていうのはなんとなく思ってたんです。はいはいはい。けど、まあ、もっと気長に待つことになるだろうなみたいな、ビビッとくるものをね、いろいろ見ていくとね、そうですね、だんだん迷いもあり、うん、いいなと思いつつ次があるんじゃないかないかと。そうなんですね。やっぱヴィンテージって、うん、そう思ってしまうから、まあまあいつかって思ったら、これもともと横浜本店に在庫してたもので、確かに確かに、ホームページ見てたらなんかすごいいい顔って思った。掴まれたんだ。でまたまたこれね、ちょっとケースサイズとかちっちゃかったりとか、うん、どうかなと、女性だからバラっていう可愛さとか、安易かなと、そうどうかなって思って、うん、まあ、横浜本店に出勤することがあったんで、まあ、つけてみようって思って、はいはいはい、つけたらまあ理想の形というか早かったな。でもそういうものを選ぶときって意外とあっけないものなのかもしれないよね。そうですね、うん、で私もそんなに悩まないタイプ、ずっとヴィンテージの洋服とかも買ってて、これはもう出会いと思ったら、うん、でもやっぱり価格が違うじゃないですか、お洋服とはちょっと、まあ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 そこはそうでしょう。一回考えようかなと思って、その横浜本店出勤の日に家に帰ったんですよ、はい、ただ今って言ったら旦那がパヤキズのホームページ見てて、今日萌ちゃん絶対好きそうな時計上がってたよって言って本当なんですよ。おそう、ね、絶対好きっていう時計上がってたよって、やめてくれ、うん、やめてくれまさか、え、え、何、はい、バッて言われたらやっぱこれで、おお、それはすごいストーリーですね。 うわやっぱそうだよねって、おそんなことがあるんですね。本当にそうなんですよ。いやそれはもう買わない理由がない。私は一回考えようかななんて思ったんですけど、うん、そこでまあ家計の会議です、うんうん、どう、いいですか、うん、って、まあいいんじゃないですかってことで、うん、60回無金利もやっていますしね、ファイヤーキッズ、はいはい、ファイヤーキッズ60回無金利やってますので、はい、今のうちです。こういう計画で買おうかな、いいと思うよってことで買ったんですよね。いいですね。もうちょっと考えようかなとかも思ったんですけど、他社から見てもらしい時計だったっていうので、うんうん、まあ買おうかな。そのストーリーは初めて聞いたけど、そうなっちゃうともう結果は明らかだよね。そうですね、うん、旦那も結構ヴィンテージとかも好きなんで、うん、これなくなったらないよみたいな、うん、そうね、あるんすよ。チューダーがね、まあ、そもそも1952年とかかな、はい、始まるわけですけど、うん、これって初期型なわけですよ。50年代ものによっては後半ぐらいまであんのかな。チューダーがいわゆるロレックスのディフュージョンって言って、もう少し価格帯を抑えた高品質な時計を出すっていう戦略で出たのがこれなんですけど、うん、はい、この初期型っていうことでね、物としてもやっぱりなかなか希少ですし、50年代ですからね。そうですよね。すなんでこの顔特に好きか、うん、ああ聞かせてください。めちゃくちゃ見やすいです、時間が。おおそこ私も別に見えなくたっていいって思ってたんですけ ど、はいはい、仕事中につけたいっていうのはもちろんあったので、うん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 、めちゃくちゃ見やすいです。ローマン文字も今のロレックスっぽい感じの書体、はい、丸いアラビアじゃなくて、年代特徴っすよね、うん、ちょっとカクッとした12369、うんうん、デザインの収まりがいいっていうね。で真ん中の円真ん中の円なんと言いますか、ツートンになって、ツートンになっている部分が焼け感があるんですけど、にじみというか、はいはい、水彩絵の具でちょっとこうパッてしたみたいな、あーにじむ感じのね。さすが芸大出身、あ美大です、あ美大でした、芸大と美大怒られます、芸歴差しになっちゃうんで、美大出身さすがですね。でクロスラインが一応入っている、はい、白い部分に溝が入っているのもなんか50年代っぽいというか、うんうん、芸が細かすぎる、見れば見るほど、うん、そうですよね。中価格帯といえども、うん、ロレックスがこれから頑張って世に出していくぜっていう意気込みがね、うん、すごく出てる感じがします。だいたいそういう中価格帯になるといろんなコスト面を考えてシンプルになったりするんだけど、うんうん、最初だからね。そうですよね、やっぱり気合入ってるよね。こういう感じでいきますという、うん、感じな
なんですかね。チューダーのホームページでも紹介されてるんですけど、いわゆるタキシードっていうモデルに当たるんですけど、それの派生のタイプで、タキシードっていうのはタキシードのイメージ通り中が黒で外側がシルバーみたいなものを言うんですけど、これはそのモデルの派生ですよね。なるほど。タキシードはこのアラビア数字入ってませんので、ああ全部バーインデックス、全部バーインデックス。あ、そうなんですね。この文字入ってると三浦さんが他の動画で言ってた秩序を感じるみたいな、あ、そうそう、それをちょっとね思い出しましたけど、非常に見やすい、非常に見やすいですいいの選びましたね。しかも自動巻きなんですよね。そうなんです。50年代の時を買って自動巻きを変えるとなんとなく思ってなかったというか、毎日基本的に仕事の時をつけてるので時刻合わせせず。調子はいいですか？いいですね。これオーバーホール済みだったので。ああ、そうなんですね。あとなんかいい音ロービート特有のね、チッ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 っていうね音がね。ロービートってなんかちょっと秒針の音大きめとかあります？ああ、そうかもしれないですね。ロービートだから振動数が少ない分音の反響っていうのは聞き取りやすいかもしれないですけど、速いとチッチッチッってこう間の間隔がないので、あ、ちょっと家で静かにしてるとずっと喋ってるんですよこの子がチッ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 と声出かないかって思ったんですけど、やっぱロービートの感じでうわ動いてる、動いてる感じねしますよね、変な話、私、はい、電車苦手なんですけど、はい、電車ってこう落ち着かないじゃないですか、人がいっぱいいるし。私電車乗った時にこうやって聞いてみたんですよすごい落ち着くんですよ、なんかこの分かるような気がするけどちょっと変わってるよねなんか絶対に50年代にはなかったせわしない感じというか、発達したがゆえの忙しさ、ストレス、いやマジゆっくり行こうやみたいな感じ。あ、すごい引いてます、大丈夫ですか？いやなんか思いをちょっと馳せてたのは50年代にこれが誕生して、うん、ずっと動き続けてるわけじゃないですか。そうなんですよね。そこと現代の忙しい感じとシンクロしてしまって、うん、おー、なんか詩的な部分があるなーなんて思いながら。詩的ですか？でもなんか変わらず50年代から動いてる機械がずっとこれっていうのが、やっぱりファイヤーキーズに入って何となく勉強はしてきたんですけど、はい、実際に持って聞いてみると感じるものが違うな。ロマンですね。しますね。ロマンですね。いやもう熱がすごくて気に入ってるんだなっていうのがすごい伝わりますよ気に入ってますね、はい、ちゃんとでもね当時の広告があって、うん、チューダーを売り出すのに推してたのが、うん、ロレックスの使われてた自動巻き機構と防水ってところを推してたわけですよ、はいはい、その耐久性っていう部分もあって、ほらロレックスってなんか人につけさせて泳がせたりとか好きじゃないですか、うん、好きですねでこれを広告出す時は、うん、工事の電気式ののみあるじゃないですか、ガガ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 ガってあれをやってる人につけさせて大丈夫でしたっていう風に歌ってる広告があってタフですね。タフなんです。タフでかっこいいっすよ、ね、うん、かっこいいっすよね機械もさ、変な話ロレックスで言うとテンサティが入ってるバタフライローターって言われる、うんうん、独特の形をしたローター入ってるんですけど、うん、まあ、これもそうなんですよね、はい、だからしっかりロレックスのクオリティっていうものは担保されながらのものだったんじゃないかと、うんうん、ディフュージョンとは言われつつもしっかりとしたものを世に出そうとしてたのが見えますよね。なんかチューダーがいいなって思ってたところってやっぱりロレックスもちろん好きなんですけど、うん、私もなんかまだヴィンテージウォッチ歴も浅いし、急にロレックス一流よりも私たち歩み寄ってきてくれたみたいな感じの成り立ちというか、はい、なんとなくチューダーから入るっていうのは入りやすいな、そういうブランドがあるんだなって聞いた時に思って、うん、いいの選んだんじゃないですか。買った時に中野店の方々から三好さんらしいの入ったねって言ってもらえて、それがなんか一番嬉しかった。うん、タキシードだと黒じゃないですか。三好さんほらいろんなカラフルな洋服とか着るにあたって、はい、うん、黒だと少しねある程度決まっちゃうと思うんですよ、コーディネート的に。そうですね、この色だったら協調性を持った、そうなんですよ、うん、形合わせやすいのかなと思うので、うん、この色でも正解だったんじゃないですかね。もともとちょっとコンビっぽいのが欲しくて、いろんなアクセサリーとか色をするので、うんうんうん、こういうケースはステンだけど中のインデックスだったりとか色味はゴールドっぽいのが欲しいなと思ったんですよ、はい、ブレスも秋冬だとレザーが馴染むんですけど、うん、バンブーブレスに変えようかな。あ、チョイスのバンブーっていうところがもうこれは50年代に合いそうなブレスなんだろうみたいなことを、はい、いろいろ先輩に聞いてバンブーがいいんじゃないのみたいなところで、ラグがツイストしているボンベイって言われるタイプなので、もともとオイスターブレスっていうタイプじゃないんですよね、うんうん、なんでちょうどそういう革とか個性のあるバンブーとかっていうのは相性がいいと思います、うん、そうするともっといろんなアクセサリーだったり加工の時につけられるかなっていう感じで買おうかなって思ってます、うん、いや
ここまでハマるとは。そうですね。そうですね。さっきおっしゃってたブラックだといろいろ決まりがちっていう、はい、これは多分いろいろオールマイティに使える一本なんですけど、うん、次はなんか黒文字盤欲しいなとかも思ってたりして。次をもう見据えてるんだね。もちろん絶対につけ続けるんですけど、うんうん、やっぱ一本買うと次こういうのもいいなとか思うじゃないですか。 それはしょうがない。そうですね。何かが始まってしまった気がしますよね。三好さんのファーストウォッチということで、はい、僕はそこにちょっと合わせてね、私のファーストウォッチを今日はつけて。ファーストウォッチずっとこれを持ってるんですね。そうなんです。これねつけてもう何年30年ぐらい経つの。すごい。これはこれはオメガです。オメガプリマーケットで買いました。いやなんかいつも松浦さんが愛用してる感じと違うのつけてきてるなって思ったんですよ、うん、タイミング的にお店でつける機会は少ないですけど、でもずっとつけ続けてる時計です。かっこいいですね。ありがとうございます。こうやってねつけ続けるっていうところにもファーストウォッチってやっぱり思い出もあるんでね。そうですね、うん、初心を忘れずという感じも。初心を忘れずっていうことでいいかなと思います。はい。何で見てるのピカってるんですか。ピカってますか。ました。私ポリッシュしてないです。何もしてないです。 D バッグをつけたおかげなのか、うん、いいですね。 D バッグファイヤーキッズで買ったのもいいところなんですけど、ちょっと不調があったらすぐに相談できるって。大丈夫、相談してください。やっぱ女性の腕で2345ってちょっとブレる時があるなって思ったんですけど、うん、D バッグにしたらすごい安定して。あ、それも発見ですね。そうなんですよ。1個発見でおすすめですね、うん、オリジナルのファイヤーキッズのブレスに2個穴足して D バッグを入れてむくみの感じで1個ずらしたりとかして調節しながら。保険みたいな。そうです。今すごいちょうどいい感じ。あ、いいですね。ひたすら松浦さんに聞いてもらうみたいな回になっちゃう。いや、それでいいんじゃないですか。いいですか。めちゃくちゃいいと思います。ファーストウォッチですね。悩まれてる方とか、女性でどの大きさどのデザインがいいかなって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、中野店いるのでよかったら一緒に話しながら買ったり買わなかったりしてくださればと思います。ファイヤーキッズでは YouTube 頑張っております。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。